大場久美子さんは2011年に10歳年下の男性と再婚しました。再婚後、夫や義父母、愛犬と一緒にマンションで暮らしていましたが、ある日からアレルギーの症状に悩まされるようになりました。大場さんは自宅の換気ダクトから入ってくる外のタバコの副流煙が原因でアレルギー反応を示していると考えています。この問題により彼女は家族と別居し、現在はホテルで生活しています。アレルギーの症状が改善しないため、大場さんは時にはマンションのエントランスで段ボールを敷き、テントや寝袋を使って過ごすこともあったそうです。しかしこの状況は彼女だけでなく家族にも大きなストレスを与えていました。結局彼女は家族との別居を決意し、一時的にホテルで生活しており、新しい住まいを探しているところですが、賃貸の入居審査に落ちたため一時的に自宅に戻っていることを明かしました。しかしパパさんともしばらく会ってなくて、私と犬から離れたいが義父母の願いとも語っており、家族との関係については穏やかではないようです。